目のこの辺のゴリゴリがすごいよ今日もね、相変わらず。あ、どうも皆さんこんにちは、クリスティアーノ・ロナウドです。じゃないんだよね、びっくりした、びっくりした。先月に引き続きなんですけどね、ここリファ使ってるからクリスティアーノ・ロナウドってみんな思っちゃったよね、思っちゃってね。違うんですよ、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。でそんなわけでね、今日ちょっとクリスティアーノ・ロナウドを意識して、あのテカテカになるね整髪料を使ったら失敗しましたね。日頃から使い慣れないものを使うんじゃないなっていうね、いい教訓ですよ。この今の気持ちをね、コウメ太夫で表すとどうなるかっていうね、チャッチャカチャンチャンチャカンチャチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャカンチャチャンチャン、クリスティアーノ・ロナウドみたいになってくてテカテカする整髪料を使ってみたら励ました、チックショー。というわけでですね、今日はですね、ここ1ヶ月ぐらいで購入して良かったものを皆さんに紹介していきますね。ただですね、今回はここ1ヶ月で買ったもの以外のものも入っています。何年か前に購入してるんだけども、特にこの1ヶ月ぐらいでめっちゃ良かったなって思ったみたいなものも入ってたりしますので、まあ合わせてご紹介していきますので。ただ今日ねメイン1個あんだよ、メインサムネにも書いてるような気がするんだけどさ、メインが1個あって、まあ、それがほぼメインなんだけれども、まあ、じゅんぐりじゅんぐり紹介していこうかなと思います。まずはこちら、いやー来たよ来た来た、これね、先月の時に入れたかったんだけどね、デスストランディングの画集が来ました。いいね、いいね。これいいよ。画集なんで、なんだろう。なんだろう。まあ、本だからあんまり中身見せるわけにはいかないんだけどさ、まあ、イメージ、ビジュアルとかさ、なんだろう、キャラクターデザインとかが初期のデザインからどう変わっていくかみたいな、その変遷とかが載ってたりして、わあこんな風にしてキャラクター生まれてったんだなみたいなのとか、単純に見てて楽しい見てて楽しいのと、まあ表紙がかっこいいよ ね。俺はね、だからちょっとね日本のね、まあ本だからしゃあないんだと思うんだけど、こういう風にさ、まあバーコード入っちゃったりとかさ、あとなんだ、なんかね、まあ、こう帯もあるんだけどね、帯邪魔なんで、ね、基本的にこういういらないんだよ。これなくしたらかなりかっこいいよね、かなりかっこいいよね。まあ、本のね見た目がかっこいいのって僕すごい好きで、他にも画集あるんだけど、ちょっと待ってね。これ赤裸の画集、画集っていうかごめんね、これはね赤裸の攻略本なんだよね。ただ海外の攻略本なんで読めへんのよ英語でね、英語で読めないんだけど、これね好きで買いましたね。もう表紙がめちゃかっこいい、裏も。何なんだろうね、バーコード入れなきゃいけないのって日本だけなんかな。これには特にバーコードとか入ってなくて、まあ表紙も特にないくて、ただハードカバーだけなんだよね。こっちもハードカバーなんだけれども、ちょっとなんかこう表紙がついてしまっていてみたいな感じで、これ外すとまあこんな感じで、これ薄くて見えないかな、デスストランディングって書いてあるんですよ。こんな感じで外してもちょっとかっこいいなと思うんだけれども、ちょっとこのカバーが若干いただけないなとは思いつつも、非常に良かったなと思ってます。こういう本をまあちょろちょろっと読んで、あと飾っとくだけみたいなのすごい好きなんでこれは買ってよかったなとちょっと思っております。これもよかったよ、これもね。続きましては、このね使ってるリーファーではないんですよね今回もこれではないんですよ今回も、これですね、よいしょ、じゃん。これも今ヘビロテ、カゴメ野菜生活。いや、なんか別にその健康がどうのとかっていうのも、まあ、意識はするよね。野菜どうしてもほっとくとなかなか取れなかったりするわけだから、まあ、こういうの飲んでなんか取ってる空気感出したいなと思う方なんだけど、いやほら野菜ジュースって割とトマトジュースっぽい感じが強いじゃないですか。この辺全然ちゃうよ、割とサラサラしてて普通にジュースっぽくてすごい飲みやすくて美味しいんですよ。もうね、毎日まではいかないんだけど1日おきぐらいに1日おきに1本ぐらいはね飲んでおりますね。これマジでうまい、マジでうまい。特にこれブルーベリーのやつがねすごい好き。あー今日も飲もう。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃちゃんちゃんちゃかちゃんちゃん。続きましてはこのリーファではなくて、こちらです。じゃーん。なんだ。超電水アクアクリーン。これコストコで買ったんですよ。2つセットになってて、1000円ちょっとぐらいだったんですけれども、どこにでも使えるお掃除用のシュッシュッシュです。
お掃除用のシュッシュッシュって何？言わなくても分かるよね。なんかね、電解アルカリイオン水 100% で作ったクリーナーということでね、二度拭き不要ね、何にでも使える、どこの何にでも使える、冷蔵庫、電子レンジ、ガラス、鏡、床、プラスチック用品にということでね、食べ物や食品、食器にかかっても害はありませんってことで、安心して使えるということで、例えば結構毎日触る場所って汚れてたりするじゃない、その電気のスイッチとかさ、パチってやるところ結構気づいたらちょっと黒っぽくなってたりするわけじゃないですか。でも直接触るからなんかその強めの洗剤とかで拭こうってあんまりなんか思わないじゃないですか。かといってその手垢がたくさんついた黒ずみんだ汚れって割と取りにくかったりする。これ使ったら一発で取れたからね、あすげえなとかって思って、どこにでも使えるのでこれかなりいいなと思ってます。あのあとそのなんだろう、洗面台の前にある鏡とかさ、シャシャシャカシャカシャカシャコってやってたらさ、歯磨いてたらさ、あの歯磨き粉飛ぶわけじゃない、これチャ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 ってやってこうペペペペペッと拭くといいみたいな、そんな感じでね、これすごい重宝してます。洗浄除菌消臭が一度にできる、贅沢だよね。じゃ続きましてなんですけど、続きましてはこちらのこれね、単独でもね動画作ってるんだけれども、レイザーのワイヤレスマウスですね。レイザー、バイパーアルティメットだっけ、こちらのワイヤレスマウスがもう今すげーいいっす。動画、まあ単独の動画で作って、その動画の中でも言ってるんだけども、ワイヤレスにすることでコードがどこかね近くにあるものと干渉して動かしにくくなるっていうストレスがゼロになってる。でちょっとマウスをこっちで使いたいなっていう時とかあるんだよね俺。これ他の人はほとんどないかもしれないけど、撮影してる時とかでデスクの上にカメラ乗っけて、カメラ乗っけたその真下にマウスあると動かせなかったりするの、こっちでやりたいなって時が結構あったりするんですよ。コードがないから簡単だよねっていう話で、これめちゃくちゃいい。でワイヤレスマウスって結構そのなんだろう、その電波の飛びとか気になるじゃないですか。まあ使っててね、電波の飛びが気になることはねちょっとしかありません。いやちょっとあるんかいって思うんだけど、これどういう時にその電波の飛びがその気になるかっていうのが分かったんだけども、ずっと使ってて、しばらく使わずに放っておいて、よし使おうっていう最初のこれ、最初の一歩だけちょっとマウスのポイントパパパパパパパって飛ぶんだよ、そこだけ。それ以外は飛びません。だからゲームやってる最中に急に飛ぶとかそういうことはまずないんで、これすごい優秀なやつだなと思っております。だからちょっとねマウスにしてはやや高いんだけれども、これはマジで買ってよかったな。ワイヤレスからもう逃げられないわ俺多分。そして続きましてなんですけど、続きましてはこのリーファーをちょっと避けて、これです。スノーブーツですね。ソレルっていうところのスノーブーツでございます。実はこれね、私2年か3年ぐらい前に購入してたんですけども、ちょっとね今年のね2月、特に思いました、これ買っといてよかったなって。なんかね、まあスノーブーツなんでね、これ雪に強くて水にもすげえ強い超便利なブーツで、見た目もまあまあ可愛いんですけど可愛いんですけれども、で今年ね北海道ね結構ね急にあったかくなることとかがあって、雪がさベチャって溶けたりする。でそしたらもう水浸し、雪と溶けた水でぶっしゃびしゃなんですけれども、そういうとこ歩くときとかにもこれめちゃくちゃ役に立ってますね。もともとねこれを購入したきっかけっていうのは、ね、見た目のデザインがすごい、あいいな可愛いなと思って好きで買ったっていうところがあったんですけれども、まあ毎年冬になるたびに、あこれ本当にあってよかったなって思います。まあただスノーブーツなんて北海道の人以外いや東北の人は多少使うかなとは思うんだけれども、ね、東京都内の人とか全く縁がないよねとかってちょっと思うかもしれないんですけれども、なんか北海道にね単身赴任で引っ越してやってくるなんていう時、冬に入る前にこの手のブーツがあるとね、雪かきの時とかにもすごい、超強力なお供になってくれる。これ2年か3年くらい前なんだけども、全然まだ結構ねヘビーに使ってるんだけどね、すげえ頑丈、レザーでできてて、ここはなんかゴム製なんだけれども、なんかレザーの方もね味が出てきていい感じになってきてるんですよね。冬になってこれを履くのが毎年楽しみだったりしております。さあじゃあ続きまして、そろそろ本題いこうか。そろそろ本題ね、本題のやついこうか。あちょっとこれ置いといて、じゃあ持ってきますね。それはい、こちらです。こちらは、アーロンチェアです。アーロン
チュアリマスタードっていう言い方が正しいのかな、ハーマンミラーっていうところの、まあ、オフィス向けのチェアなんだけれども、これを買いました。お値段なんと約20万円。やば、おいおいっていう話で、すごい贅沢なものを買ったなと、思うところではあるんですけれども、実は私ですね、今まで使っていた椅子がですね壊れてしまいましたね。あの座面のメッシュが破れてしまい、レザーメッシュだったんですけれどもね、そこが破れてしまったのと、あとキャスターがガタガタになっててですね、座ってると傾くんですよ。危ねえんですよね。2箇所壊れたらさすがにちょっとな。座面の破れに関してはもう破れてから結構長いこと使ってたんですけど、我慢してね、6万ちょっとした椅子だったんで、もったいないなと思いつつも、2年か3年ぐらいで壊れてしまいましたねということで、今回思い切ってこいつを買いました。まあちょっと座りましょう、とりあえずね。まあ言ってもかなり有名な椅子なんでね、有名な椅子だし、多分 YouTube で調べるとアーロンチェアとかっていうと、もうすでにね有名な YouTuber の人たちがすでにこれを使っていて、まあ、レビューしてたりするので、特にね何も言う必要ないとは思うんだけれども、まあ、リクライニングの深さが選べますっていうのと、あと前傾姿勢っていうのを選べたりするんですね。前傾姿勢を選ぶと、ちょっと前に来るのかな、ちょっと前のめりな感じになるというところと、まあ、俺はあんまり使わないんだけれども、あとはまあここの高さが調整できるよねとかっていう話と、まあ、何よりそのメッシュの座り心地がめちゃくちゃいい。なんかそのチェアで一番適してるのってメッシュだらしいよ。大塚家具で買ってきたんだけれども、いろいろなんか教えてもらって、まあメッシュが一番いいって言っても好みがあると思うので、なんとも言えないとは思うんですけど、まあ確かに蒸れにくいしフィットするしね、お尻も背中もすごいフィットします。でね、後ろにランバーサポートって言ったらいいのかな、まあこう押してくれるところがあるので、これも調節できます。なんかね、まあこれ要は海外の椅子じゃないですか。ドイツの椅子だっけ。で、なんかその欧米の人たちって会議するとき横柄な態度で会議するんだって。よいしょ。まさにこんな感じだって。まさにこんな感じで、で目の前にパソコンがあってカチャ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 ってやりながら会議するんだって。だから、まあ、そういうのにもなんかこう適してて、なおかつ前傾姿勢が取れるとかっていうのはまさにそれ用だったりするのかなっていう感じなのかなというところだと思いますけれども、で実際これ座ってじゃあ作業しててどうなのって言われると、とにかくめちゃめちゃ確かにいいです。座り心地が良くて長時間座っててもしんどくならないですね、間違いなく。そこはすげえ考慮されてるのかなと思います。でまあリクライニングがいらねえなと思ったら別に止めればいいだけなんで、ね、リクライニングしないこともできますし、まあ、ちょっとだけするリクライニングとかっていうのもできますし、これね俺こういうチェアに座ったままゲームとかもやったりするんだけど、いいもんね。いやいいもんね、こうやってさ、ね、いや今まで僕座ってきた椅子ってどれも3年足らずぐらいで壊れてきてるんですよ、チェア。まあ、さっきご覧いただいた壊れてしまう椅子の前に使ってたのが、まあ、バウヒュッテっていうところの、まあハイバックになっている椅子だったんだけれども、なんだろう、それは結構割とねゲーミングチェアに近いような構造感ではあったんだけれども、この座るところのね、なんだろう、ウレタン素材がぺったんこになってしまって、なんか座り心地すっげえ悪くなってしまったのと、そのなんだろう、合皮だったんで、まあ、表面の合皮がボロボロと剥がれてきてしまったので、見た目もめちゃくちゃ悪くなったっていうので、引っ越しの際にまあ捨ててしまったといったところではあるんですけども、なこれならね、まあ、12年保証もあるし、最低でも12年使ってやろうかなと思っておりますよ、ね、だから12年これ使えば全然元取れるよね。元取れるよね。壊れないようにちょっと気をつけながらね、使いたいなと思います。しかもなんですけれども、アーロンチェアを買ったらね、これついてきたんですよ。これ電気スタンドですね。いやおしゃれな感じの電気スタンドやな思ってたんだけど、なんかこんなでっかいでっかいのついてんだよね、コンセントのこのアダプターがさ。何これと思ったんだけど、ちょっと一回つけてみようか。スイッチオン。いいね、デスク用のこうなんかね、
いい感じのやつですよ。触ると明るさの調節ができるやつなんですけども、なんであんなでっかいアダプターついてるんだろうなって思うんですけど、ここにね、ちょっとこれ消そうか、一回 USB ついてるんだよね。 USB とタイプ C もいけるんだよね。そう、充電できるんですよ、 iPhone とか。やべえ、これ便利と思ってちょっと気に入ってます。すげえ明るいんだけど、ベッドサイドに今置いておりますね。ベッドサイドでこれを経由して iPhone とか、イヤポッツプロとかを、イヤホンするじゃないや充電する形になっております。今はおかげさまでこれ便利だわ、いいわ。黙ってると4時間で勝手に消えてくれますので、つけっぱなしで寝ちゃってもいいし、この明るさだとベッド脇でちょっと本読もうかなっていう時にもいい明るさだったりしますよね。ということで、今月の、買ってよかったものの紹介動画、以上となりますね。あーすごい、ここもう俺目の下ゴリゴリがものすごいね。これね、なんだこれ、ゴリゴリゴリラなのかってね、ゴリゴリゴリラだよ。まあなんだかんだでまたいろんなものを買うと思いますので、購入してよかったなって思えるものがいろいろ出てきたらその都度ご紹介したいと思います。まあ大体月に1回ぐらいは、やりたいなと思っておりますので、また次回楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。